はい、皆さんこんばんは。今日も、幼稚園町シルブ研究塾、今日は何回なんだこれ、46回だそうです。46回、秋田飯、米食って脱ぐだるまべよくわからん今日も期待して、見たいと思います。それなんだけど、あのすごいしょっぱいから、うん、ちょっと舐めてあのもらうとわかるけど、すごいしょっぱい。しょっつるってのは、それがしょっつるなの？しょっつるってハタハタで作った魚醤、要はナンプラー。あ、そうなの。おお、秋田しょっつる。ハタハタ 100% だ。臭いっていうか、ハタハタの匂いだ。あ、ハタハタだな。おいっていう人はちょっときついかも。ああ、ハタハタって食べるとこないから、あれな。うんうんうん、卵だけで食べるの。あ、そう。うん。なんか生のつけて。学校に言われたよ。学校に。学校にチーズかけるの。すごい。みんなだってこう皿にさ残ってると全部食べない。うそ。これがしょっつるなの。しょっつる、一口だけのしょっつる食べてみるか。ちょっと長いねかこれこれ買って食べるのか、これ切らないで噛んで食べる。噛んで食べる。残念ながら、あんまい。もうやばい時にな。すごい厳しい。最近やばい時にな。このスルミはタラなのこれ。あ、醤油ここにある。醤油を分かんない。どっかで売ってる。いや、ずいぶんしょっ、いや、ちょっと塩味ついてる。塩味ついてるよ。この醤油何に売れる。いや、しょっつるの味がもっと濃いのが好きだったら、ちょっとだけかけると。全然ママ、ちょっと、いやいや、ちょっといける。この味を食べてみて。いや、美味しいわ。美味しい。これ、ホタテ、ホタテ。あ、すごい、ホタテ入ってるのこれ。あ、入ってる。美味しい。ホタテ入りましたよ。ホタテ入ってる。全然美味しい、これ。これ、美味しいな、これ。秋田でしょっつるって、これ、食べたかな、これ。いや、なんか、これ、なんだっけ、雪が。タイヤみたいだね。ああ、ホタテも美味しい。卵鍋。マジこれ。美味しい。振り子がね、今日当たりません。振り子って何ですか？振り子ってハタハタの振り子をほぐして、で振り子が入ってるやつだったら、その振り子と身をこうやって混ぜると糸を引くんですよ、納豆みたいな。振り子がぬめって、それをご飯にかけて食べるのがすごい贅沢。でもさ、ハタハタのあの煮物にしてもさ、そのハタハタの卵を糸が入ってるよね。そう、だってハタハタ自体がぬめってるでしょ。ああ、そうそう、なんかだからぬめりあるね。そうそうそう。だからその身自体も少しぬめりがあるし。だから卵かけご飯の感覚で、そのブリコのハタハタご飯で、私は食べてた。なるほど。山形。うん。なんか生臭いでしょ、醤油は。そうですね、ナンプラーの煮た肉。いや、しょっちゅうはやめた方がいいですよ。タッチも美味しいんだ、これ。これ、痛風に一番悪いんだよな、これ。あ、そうそうそう、卵はダメっていう。ダメなんだよな、本当に。食べてダメなんだけど。おいしい。自分の分おいしいでしょ。うん、おいしい。おいしいわ。やっぱりね。これがな、なんだってこれ。どれ？これ。ふくらはぎのたたき。ふくらはぎって。うまいでしょ。ふくらはぎってブリの孫。ああ、ブリの孫なの。お酒安いのよ。なる。800な、900円しない。今日のレジ。どっから行けばいいの？どっから聞くの？どっから行けばいいの？しょっつるか？しょっつるはそれ。しょっつるか？しょっつる。
ちょっつるのあったらちょっつるね、ちょっつると一緒に。ああ、そうでしょ。もうでもだいぶ取っちゃったんですけど。いやいやいや。取ったじゃん、これ、ちょっつるが。取った。で、あの、もともとのその秋田のちょっつる鍋ってよく聞くじゃないですか。で、あの、その元をたどると、かやきっていうホタテの貝殻の中に、そのちょっつるで味をつけた、要はちっちゃい鍋みたいな。殻を鍋の代わりにして、うん、そこにキノコとか山菜とか野菜とかその時期の、うん、その菜の物とあとは白身魚もしくはそのハタハタを入れて食べたのが最初らしいんですよ、そのかやきっていうのね。でそれが鍋の大きさになって今しょっつる鍋っていうふうになったらしくて、かやきね、うん、だからそのしょっつるで味をつけて、うん、要は煮れば、そのかや、向こうの古くからの食べる料理になるんだなっていうんで、今回このしょっつるで。それしょっつるは入れなきゃダメなの？しょっつるを入れないとしょっつる鍋にならない。いや、それ出して取るちゃいけないんだ。それは違う鍋だ。違う鍋なんだ。しょっつるを使わなきゃダメだ。ああ、そうなんだ。しょっつる鍋にするよ。じゃあ寄せ鍋になっちゃう。そういうのはあのこっちの方がダマコにするんですけど、この中に今、鶏肉なんだけども、本来比内地鶏って秋田の鶏肉です。ああ、比内。鶏肉とごぼうと、あとこっちの鶏皿の方にあのネギとマイタケと、あとこれセリです。セリ。うん。でこれを入れて、であとは半殺しにしたお団子を一緒に煮て食べる。団子は何じゃ？ダマコはご飯。あ、ご飯なんだ。ご飯の団子。ああ、なるほど。ダマコっちゅうの。うん、なるほど。で、きりたんぽって、うん、あるあるある。きりたんぽはご飯を潰して、あの、竹に巻いて、炙ってやるらしいんだけど、ダマコは基本は炙らないんです。はい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 。炙らない。本当にご飯のあれなんだ。うん、もうご飯の。おにぎりみたいなの。そうそうそう。半殺しのおにぎりを煮て食べる。だけども、あのまあね、いろんなバージョンで焼いてやるダマコもあるんですけど。なるほど。あとはちっちゃい方。うん、ちうん、あとはこれ。今日は味わん食べてる。あとは。今日は味わん食べてるから。これは、それはあの株を一夜漬けにしたやつで、いぶりがっこがしつこいから、うん、あっさりしたものを一緒に食べてほしいな。で、秋田のあのがっこっていうのが要は漬物の秋田弁なんで、で、いぶりがっこは要は燻製したいぶったがっこだから、で、そのいぶりがっこには隣にあるあの豆腐みたいなクリームチーズをしっかりと漬けてこう食べていく。いや、何が面白いの？聞かなかったら。すごい聞く。どうするのこれ？あとは渡部さんの料理か。すごい聞くけど。取りましたのはね、タチポンと。タチポン。タチポンと、ふくらはぎのたたきと、ポリポリ大根ね。あ、ポリポリ大根。ポリポリっちゅうのこれ。いや、そういうふうにインターネット上には書いてある。作った人はそういう名前をつけてました。ああ、なるほど。これ大根でただ塩味付けたんだよ。塩やめるの？塩油。甘く醤油。食べれば分かる。ああ、なるほど。それにチーズ。で、これが？このいぶりがっこは秋田の。これは何だ？これは、あの、ハタハタのいずし。ハタハタのいずしだ。これはこれですよ。スーパーで売ってるやつ。いつ行ってるの？結構行ってるんだ。ハタハタが入ってるんだな。ハタハタのいずしはスーパー。スーパーに売ってるでしょ。これちょっと嬉しいな。これはあとあと入っちゃう。はあ、なんかちっちゃいの。もっとひねてるじゃないですか。硬くて。なるほど。うん、だからここの農家の方がちょっと気に入ってる。でもさ、お酒こんなもん。何じゃ。ああ、新しいやつだ。え、貴重なの？だってすぐ売れていた。貴重でしょ。でも一人じゃ飲めないの。これワインか。外の。冷やしてくるね。多分冷やした方がいい。あの外の雪の中に雪の中に。あ、なるほど。あ、これも。見えます。そうです。だからお酒持ってきたの。もう入ってます。
これ何回も続く感じですね。久しぶりの、久しぶりです。はい、それでは皆さん揃いましたので、いいね、はい、11月分の宵の月ですが、今日開催でございます。今日秋田のご飯をぜひ楽しんでください。それではいただきましょう。乾杯。本当久しぶりです。どうぞ。ああ、ベストメンバー。本当に。一以来だったらもう。え、小野さんとか。小野さんあったの？私は来てた。来てない時もあったけど。来てない時もあって。でも一回来れなくて。揃ってるのか。じゃあ、あと高橋さんの。高橋さん来て。それではまず料理の説明でございます。そこの真ん中にあるその鍋がしょっつる鍋。しょっつるっていうのが秋田のあのハタハタの魚醤です。魚醤。うん。ハタハタと塩だけで作ってる。匂いしたら生臭い。なんか。そうだ。なんか。そうだ。ダメだ。でも薄い。そう、あのそれで味をつけているあのやつです。ホタテとつみれっていうか、あの魚のすり身と、あとあの宮城の雪菜っていうそれナッパを使ってます。雪菜ね。で、あと、いぶりがっこ、がっこと、あとクリームチーズと一緒にがっこは食べてください。めちゃくちゃ美味しいよ。美味しいよ。車を置いてればいいじゃん。いや、明日もこれだから、すごいな、これだから、うん、それと、あの今それ、あ、それは株で、学校がしつこいから、株をあの用意したり、それとね、ここに入ってるのは、あの、ハタハタのいずしです。これは市販品なんで、あの味の評価は受けません。で、渡部さんの用意してくれたのがこれ、タラの白子。で、これポン酢で召し上がって。それとこれがフクラギのたたき。フクラギって何？フクラギってブリの孫。ブリの孫。孫？だからブリの子供がハマチ。そのさらに下30cm ぐらい。店子作ってさ。で、今あのハタハタの焼いたやつを持ってきますし、あと今日のメインがこれね、あのダマコ鍋っていう。開けるとこうやって鶏肉が今入ってます。おー、すごい。で、本当は比内地鶏だけど、あの東北の鳥を探してきました。いないじゃないけど、うん、で、ダマコ鍋、鍋っていうのが要はきりたんぽのちっちゃいやつ。ご飯の団子、きりたんぽのあのやつで、うん、もしかして。そうです。それをこの後ダマコ作ってもらって食べましょう。ふくらはぎ少しね、なんか生ってご飯の、うん、ご飯のなんか団子。あの味は一応つけてあるけど、足んなかったら。ハタハタ。これもハタハタの伊豆市だったよ。重すぎる。ハタハタってもっと大きかったなんですよ。もうそうなの。自分は小さかった。そうかもしれない。あ、やっぱりな、それはあるかもしれない。これはあるかも、うん。子供の子時代ね。うまいでしょ。あ、うまい。うまいわ。やっぱつけただけあるの。こんなところで行くの。みんなハタハタ食べなきゃダメよ。必ず魚コーナーでハタハタ売れ残ってるもんね。ハタハタなんだろう。何か。そうだね。食べてしまう。食べてしまう。それほどが好きな食べ物に。わかるけど。いや、犬の上だってさ、うちにゴロゴロいるんだもんさ。でも伊勢エビあれ大体偽物らしいですよ。なんかおばあちゃんの話だ。どういうこと？大体が養殖でなんかあんまちゃんと本当の伊勢エビじゃないのを出してるよ、うちはって言ってた。旅館とかほとんど偽物。いや、ほとんどだから養殖だね。うん、そんな本当の偽物。だってなんで食べてね。いやいや、天然だってじゃ食えないんだよ。で、今後取れないんだよ。だってさ、私の中ではね、昔さ、あの舗装で繁盛期って知ってます？うん、名前は言ったことない。ドラマ、見たことある。誰だっけ？
言葉の部分だったらダメや。違うよ。と終わっちゃうや。知ってるじじ。あれ細胴じゃ繁盛期はどうしたっけ？これだっけ？これ。そうこれ。海に物を売って伊勢海老取って旅館でどうのこうのっていう。それは料理版料理ドラマ。いや料理ドラマっていうわけじゃないけど。旅館の苦労物語だよね。うん、まあまあまあいいよ。そうあれを見た。美味しいけど。これ水多いの。粒が潰れちゃってる。水がちょっと多いの。すごい。そうなの。味は悪くないです。もっちり水減らせばねもっと美味しい。米の粒だもん。俺炊いてないから。そしたらここに入れて、で半殺しにする。半殺しにしたらあの塩水を手につけてちっちゃいお団子。団子を作るの？あの4センチぐらい。4センチまで。もっとちっちゃい。このお米がいい。なんでね。なんでね。塩水。塩水。はい、これにご飯を入れる。塩水はた。塩。ご飯はどれくらい？半殺しって難しいな。半殺しって半分殺す。いや、それで匂い嗅いで塩はかんねえべ。塩は舐められたら舐められたお前。半殺し。すごいか。塩水につけて半殺し。どう見ても好きなのついちゃうんだよ、ご飯つぶ。すげえな、匂いで塩が。いや、鼻いい人は分かるから。何？塩が匂いでは分かんないべ。何？塩って匂いないし。あるかな？あるべ。鼻いいやつは分かるべ。全くないよ。分かる、それほどね。匂いがある塩を使ってるんだね。宮田さんちがね、ハーブ塩とかね。これだけで、これだけなんです。半殺しでもいいでしょ。半殺しだけ。完全につけつけって言わないもん。半分潰すの。だから半殺し。半殺し。お餅の最初の感じ。どうですか先生。いや、そうですそうです。単純にそういうこと。あんまりつけすぎるとダメなの。で、そしたら、うん、だから、ご飯はやばくて書いた方が半殺しになるやつ。じゃあ、帰ってこい。見とくで。そう考えたらいいね。そう。団子をここに握って、つけましょう。塩手だとよ。塩手つけて。そうそう、塩水で濡らして。見て小さい。僕はすごい頑張って汗かいて。塩水。汗の塩味で。で、大きさどのぐらいなの？大きさ。卵ぐらいなの？いや、卵まで大きくない方がいい。卵よりどっちやねん。何個ぐらい？一口？普通の団子作ればいい。一口。まだこれから。一口。一口ちょいってのが難しいな。あ、それぐらい。あ、そうだ。普通の団子。これがいいよ。いや、そんくらいでいい。普通の団子。なんでもいい。団子作れば団子作れば。なんでもいい。軽く。これ、潰す？いや、いい。そのままに。だいぶ違うけど。半分でいいな。しっかり握らないと。煮崩れちゃうから半分でちょっとグッと煮れば。ああ、うまいな。余計使えるんだよ。それでいい。腰ヒューマンみたいなもんじゃない。そうそうそう、そのままでいかない。団子感ももちろん二刀流で。団子やーって。なるほど。おお、うまいもんだ。うまいもんだって。でもヨガやってるからな、まずこんなヨガ。いやいやいや、団子ヨガってやりました。
いや、それもいいんだよ。それもヒットだね。あ、それはいい。それなんか流行りそうだ。うまいわ。うまいうまい。大したもんだ。片手でできるのすごい。大したもん、両方。誰でもいい。すごい、すごい。できる、できる。いや、できないから、やらしくなってくれ、絶対に。いや、両手使うっていうのもどうか。なんでして？怒られるな。いや、両手使うのかな。なかなかうまいもんだ。できるのがすごい。両手使うってのは大丈夫だよ。両手でやってみよう。うん。すごい。大丈夫だ。二刀流。そんなに難しい感じは全然ないから、多分そんなに大したことじゃないんだけど。やってみたらみんな簡単になっちゃう。できないから。いや、本当は。手がびちょびちょ。いや、両手は難しいべ。無理するかな。そうだね。あんまり上手じゃないから。丸くない。いや両手は大変大変だって。難しい。うん。なんか難しい。ほうほう。じゃあ持ってやるご飯。どれぐらい？どれぐらい作ればいいんだろう。お腹空いてる人はいっぱい食べます。どのぐらい食べるか。一杯くらいやる。お腹空いてない人は食べない。こういうぐらい。うまいか。ちょっと一個ちょっとちっちゃいの。なんかこういうスペアですよね。いや、結構美味しいよ。え？うまいぞ。なんで今食ってんだよ。ちゃんと味ついてるよ。じゃあもう一回ぐらいやりましょう。うまい。いや、足りるんか？またやればいいだけど。ご飯まだあるの？ご飯まだいっぱいあります。まだ、うん、そんなに大したのかよ。そんなに、ご飯まだいっぱいあります。あとおにぎりにして持ち帰って。ああ、なるほど。でもそんなにどうしようかな。はい、いくらいき。ガマコのそのまま煮たやつと、あと最後生卵と一緒にぐしゅぐしゅにして食べる。生卵？生卵。すき焼きみたいな。そう。卵は何やっても美味しいやな。生卵が置いてあったんだ。置いてあった。ちょっと半分やっと。だから雑なやつと本当にお餅みたいな、だんだんうまくなった。混ざってたって全然いい。やっぱりその皿押さえたのが良かったな。やっぱ押さえてないとダメなんだよ。ほら皆さんカメラ目線で。おお、いやいや。どんなもんですかね。これ握れればいいんだべ。こんなもんでいけるかな。行ってみよう。全然いい感じ。うん。いや、やっぱり運動神経いいんだ。絶対関係ないかも。いや、難しい。難しいべ。うん。なかなか両手に神経活かすって難しいんだよ。ちょっと特技に書いてみようか。両手で団子が同時にできます。いや、ヨガに入れてもいいんだよ。もうちょいでっかい方がいい。今日なんで一緒に入れないのこれ。え、見える時間が違う。あ、そうなんだ。で最後にセリを入れて醤油をかけて味を。なるほど。でここにダマコを真ん中に。ああ、なるほど。ダマコ入らねえってかわいい。満杯になってるべ。ダメ。そこ真ん中に乗せんだと。おいしそう。真ん中に乗せてる。あ、何これ。焼いたの？こちら焼いたやつと焼いた。あ、焼いてないやつと。ああ、なるほど。これも入れちゃっていいのかな。ああ。焼いたやつの方がうまいべな。好み好み。全部入れてですか？これ下も全部このご飯何？全部入れて。牛の夢。牛の夢？いや、牛の夢はやっぱりね、定番ですよ。牛の夢。だってみんな新しいのをどんどん出る。じゃんけんでやらないと揉める。
そしたら色あるからじゃんけんやらないと。そうそうそう、私もね、これこれ服部さん、服部さん、これバックインバックをもらえるんだと。バックインバック、何バックインバック、申し込みしたの。うん、違うの、作ってくれたやつをね、ちょっと仕入れてきたで、今日ね、たぶん3人来るんだろうなと思って。あ、すごい、かわいい。そうそうそう、みんなそうなんです。すごい、そう、これを持ってきた。あ、これを持ってきた。みんなに来てた。あ、はいはいはい、はい。竹村さん、お世話になってます。そう、なので、みんなで、種類のね、そんなになかったので。じゃんけん、あ、失礼します。なんかも
う今日が年末みたいな。もう大忘年会だ。大忘年会。まだ忘年。牧村さんはでもすごいいいって。あと千人の。牧村自体は全然悪くなかったんだけど。問題はだから。そうそう。千人の。多分千人さんは悪くはないんだろうけど。はい。とりあえず。契約が。契約が。できてるって。可能性があってなのか、どういうつもりでどういう話を、結局なんか。除雪の前に一回家に来てくれって話すって聞いてたんですよね。なんか周りがそうだって、うん、でも捕まってたけどなんか相手じまいで、うん、基本的にだって契約するときに除雪の前面でもってここがどうだったら社長と口約束でまだ契約書とか書いてないわけで、それはオーナーが悪いんだよね。それはダメだね。オーナーが悪いです。契約ちゃんとうちしてるよ。うちどうまだ飲んでないじゃん。そう、私が言ったなんかね、多分なんか握りたかったの。知り合いだし、社長に話そうかっていうのを、俺を薄いと言われると、私も、みたいな感じで、だから、これだもん、これ。その場を見せたくなる。そしたら、ちょっと醤油かけて食べて、自分で食べたの、うん、ちょっと。だから、どんな話をしたの、取り皿レベルで。で、そうだよね、休まないから、若い人がさ、そんな1本つけてくれるのに、こっちはその固まったのね、あそこだ、ママさんダンプで1時間かけて跳ねるのがどんだけ大変か。ただ除雪してもらわない方が柔らかい。これはしょっつる鍋。ダマコ鍋。ダマコ鍋。あ、こっちも取ってあげるよ。お願いします。だってうちなんかここ排泄道路排泄できるね。誰か飲む人いる。で、うちの駐車どんどんさ、あの逆に排泄しないと駐車場狭くなっちゃう。この味だから。だから俺は断然とうちの道路寄ってきたら道路。ダマコ、ダマコ鍋です。したら配達しない。こういう味なんだ。こういう味だと思って。あの、かばってもね、美味しくはない。一つずつ。あの、申し訳ないよな。はい。ワインっていうのは、ワインなんだよね。キルタンポにもよく似てる。でもこれは美味しいな。それでも